物たちがいるアフリカゾーンです。キリン。野生のキリンはアフリカサハラ砂漠から南の樹木のまばらな草原地帯に生息しています。ここにいるキリンはアミメキリンといって、その名前の通りアミメのような模様が膝の下まで続いています。動物の中で一番背が高くなるキリンは、大人になると身長が5メートルから6メートル、体重は800キロから1200キロになります。長い首が特徴的なキリンですが、首の骨は他の哺乳類と同じように7つしかありません。目がよくありませんが、その代わりによく聞こえる耳を持っています。